あとあれでしょ、やっぱり向こうの人ってさ、やっぱり顔もねほとんど知られてないっていうのもあるし、なんかこう自由にできるみたいなところある、はい、だから俺もスタバで買い物、はい、コーヒーを買ったのニューヨークが初めてだった。はいはいはい、うん、日本じゃよう変わらへんもん。え、なんでですか。まず言葉が分かんねえ。グランデ、あ、サイズね、トール、大中小なり、はい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 、SML でええやないか、はい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 、グランデ言われてもどのぐらい大きいか分からへん。なるほど、聞いてますスターバックスのサイズの表記に関してはうるさい。うまくない。で、あれあれなんや、あの入ったらまずここで注文して、して受け取る場所が違う、ちょっと移動するんですよね。そういうのも日本でさ、はい、スタバでなんかビクビクしてるのかっこ悪いでしょ。なるほどなるほど、こういう姿見られますよね。一応ね、そのかっこ悪さを考えて日本じゃスタバには用意かれません。なるほど。え、これどれがでかいんですかとか聞いたら知らないんだみたいな。お前、まあ、ちょっと細かにされますからね。そう、海外、ニューヨークだったらちょっと英語わからへんなぐらいな手で、はいはい、うん、うん、これ、うん、うん、うん、なんで、どんぐらいやみたいなことで、これは、はい、お願いしますえ、とりあえずっつって、はいはい、したらその店員さんがうん、うん、うんって言ってくるから、うん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 、めちゃめちゃ日本人スタバ行ける。うわ、なるほどね。この先輩ちっちゃいわ。